トンでーす。ソラです。せーの、キッズトン TV 始まるよ。イエーイはい、この前にも増してパワフルなオープニングとなりました。はい、先週はこちらのしんぺいお兄さんにパントマイムのコツを教えてもらったから、次はみんなでゲームに挑戦してもらおうと思うんだ。題してパントマイムあてっこゲームー。さあ、このゲームのルールをちょっと説明させてね。まず1人ずつボックスの中からお題を引いて体の動きだけで表現してもらいます。そして残りの2人は何をしているのかを当てるゲームっていうことなんだ。それではここら辺で実際にどういう風にゲームが進んでいくかをしんぺい先生ねにお手本をやってもらいながら、そらちゃん、みらちゃん、なおやくんが答えるね、これを一回やってみたいと思います。はい、はい、それではしんぺい先生のパフォーマンスタイムスタート。手を挙げてくれますか？お、いっぱい手が上がったけどもね、一番最初に上がったのがみらちゃんかな。みらちゃん、さあ、しんぺい先生は何をやってたでしょうか？アイスクリーム食べてた。おー、正解。すごいですね。じゃあこのアイスクリームプレゼント。はい。あー、美味しそう。これと同じようなこと。そらちゃん、なおやくん、みらちゃん、それぞれにやってもらうんですよ。できるかな？じゃあ好きなのを引いてください。いっちゃダメだよ。調整してみる？調整してみる？そらちゃんのパフォーマンスタイムスタート。すみません、ルール説明聞いてたかな。ルール説明聞いてたかな。なおやくん、答えは何ですか？ラーメン。ピンポン。おー、すごい。まずくじを引いてください。そして言っちゃダメだよ、言っちゃダメだよ。これだ、できる。できる。オッケー。はい。なおやくんできるそうです。こちら挑戦してみます。なおやくんのパフォーマンスタイムスタート。終わりだって。さあ、何食べてたかね。はい、じゃあ、はい。あ、それみらちゃんどうぞ。次、おにぎり。あ、うん、おにぎり。違うね。それは正解じゃないぞ。さあ、他には。よし。これはちょっと難しいかもしれないから、ちょっとだけヒントなんか出してもらってもいいですかね。わかりました。ちゃんどうぞ。ぶどう食べてた。まさかのぶどう。もうちょっと待ってみようかな。これヒント。これヒントだ。はい。じゃあミラちゃんが早かった。チェリー。チェリー惜しい。チェリーね。チェリーにも種があるけど、他に種があるのはなんだ。なんだろう。なんとか割りっていうやつをするやつかな、もしかして。ああ、なるほど。あ、スイカ割り。おお。名古屋くん。今答えが出ましたけども、これは正解ですか？正解、スイカです。おお。出た。あ、スイカと種あるよね。そらちゃんすごい。あ、そうだね。そのポーズだったもんね。あ、まずいからか。直哉くんでもよく考えたね。あれはペペペペっていうのは何だったの？あれは種出すのと皮をくのがヒントでした。その通りですね。上手なパフォーマンスありがとうございます。はい。よく頑張ったね。よし。さあ、ミラちゃんは何を言っちゃうんだろう。僕だけ内緒こっそりしてください。じゃあダメだよ。はっ。これできる。これはできそうだってやりました。はい、じゃあミラちゃんのパフォーマンスタイムスタート。もう分かったの？はい、バナナ食べてるところ。ピンポン。おお、正解。すごい。さすが姉妹だと全部もうそれで分かっちゃうんだね。皮むいてるミラちゃんのパントマイムがね、上手だったね。よく考えたね。はい、ミラちゃんもよくできました。ということで、食べ物編はやっぱりみんな好きだからあっという間に分かったけど、次は今度はお家でやること。今度はね、お家の中でやるものってのがこの中に入っています。いいですか？それをみんな当ててください。やる人は当ててね。さあ、入ってみよう。よし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 、いける。ミラちゃんもう手上げようとしてますよ。さすがだね。はい、お風呂。正解。ああ、すごい。これは上手だった。丸々です。だってね、なんかね、部屋はなかったところ。シャワーこうやってやってた。丸々です。あともさ、すごかった、面白かったとことかある？上手だったところ。そらちゃんの。ね、シャワーかけてるところ。やって。スタート。お。はい、できました。さあ、なんかテキパキとして、お、どっちかな。じゃあ今回はそらちゃんに答えてもらおうかな。歯ブラシ。歯ブラシ。正解。さあ、いいよ。歯磨き。そして今度は一体何なんでしょうか。はい、清水先生見して。はい、はい、できるそうです。そうですか。スタート。じゃあ終了かな。いいか。はい、じゃあ元気いっぱい手あげたそらちゃんお願いします。はい、ホットケーキ作ってた。おお、これ正解。すごいね。すごい。やっぱお家でああいう風にして作ってんだ。そらちゃん、ホットケーキまで分かったな。すごい。ミラちゃんよかったね。だってさ、卵割ってたから分かった。さすが。はい、ということで、3人にね、2つのお題でそれぞれやっていただきましたけども、新平先生どうでした？いや、びっくりしたっす。だってこう何にもがあってさ、喋ってもないんですけども、体一つでみんな初めての調整だったんだけど、みんなできたのが、みんなに当ててもらえたのがすごいなと思いました。はい、そうですね。それぞれにみんな工夫しながらいろんな思いを表してたのがね、すごい素敵でした。そうですね。はい。うん。ということで今日は本当に新平お兄さんありがとうございました。はい。新平お兄さんはどういうことをやってるかの情報はどこでチェックするかというと、はい、ホームページ等で載せておりますので、ぜひ金子新平で検索をしてみてください。はい、はい、そうですね。キッズタウン TV バイバイ。バイバイ。チャンネル登録お願いします。